すごい下。あれ、左のパワーがひどすぎるからでしょうか。通信がうまく繋がらないようです。やってね、本当にフリーザのようだな。だってどうやって復活したんだ。ズボンボール使いやつだ。やってきました。ずいぶんお待ちしてましたよ。でもやっとあなたに復讐する時がやってきました。いきます。この強さ、おめえやっぱ強いじゃねえな。わかりやすく金色にして知っていたか。この星のドラゴンボールは二つ願いを叶えられる。復活させてもらったぞ、このクーラモンが。なんだあいつ、フリーザにそっくりだ。さすがに驚いたようですね。俺たちただ復活したわけではない。新たな力を手に蘇る。行くぞ。我が一族が再び宇宙の頂点に立つ日が来たのだ。そううまくいくと思うか、カカロット。俺がこいつの相手をしてやる。貴様はフリーザと決着をつけろ。お前もその姿に変身できるのか。相手にとって不足はないな。だがいかに二人がかりといえども、俺に勝つことなど不可能だ。俺たちに不可能などあるものか。例ですか。以前いただいたアイスクリームがベースですね。これは惑星マヌーにいるオーガエルの脳みそみたいじゃな。ほう、これは果実か。みずみずしくて。いいね、辛抱強く待った甲斐があった。終わりだフリーザ。お前たちがね。こっちです、早く。ふう、間一髪でしたね。もう少しで地球の爆発に巻き込まれるところでした。おや、地球がなくなってしまったんですか。フリーザの仕業です。あいつは宇宙空間でも生きられますから。なるほど、彼も考えましたね。そんなことはどうでもいいんだよ。シュークリームはどこにあるんだ。くれるって言うからはるばる来たんだぞ。ですから、それは私じゃなくてトワっていう女の仕業なんですってば。トワが時のスカラの通信を乗っ取ってビルス様たちをおびき出したようなんじゃ。時の海王神の声を機械か何かを使って真似したみたいじゃの。本来の歴史では地球が爆破された後、ウィスさんが時間を巻き戻して元に戻したんです。でもそのお二人がここにいるせいで時間の巻き戻しができなくて歴史が変わって。まんまとおびき出されましたね、ビルス様。許せないね、破壊神を騙すなんてさ。そのトワとかいう女はどうだ。粉々に破壊してやる。残念ながらどこにいるかまでは。あ、でも奴らの目的は歴史の改変ですから、それを修正すれば出てくるかも。多分。ウィス。はいはい、分かってますよ。一旦元の歴史に戻りますよ。